ちょっと待ってね。よいしょ。よいしょ。はい、どうも、こんばんは。適当です。今日も、アスカ現在やっていこうと思います。前回めっちゃね、悔しい死に方しちゃったんだよな。大怒りじゃねえな。3倍速でもないな。倍速かな？倍速、握りにやられた感じかな。おにぎりにされて、ボコられて終わった、普通に。出会った瞬間おにぎりにされるのはもうね、対処のしようがね、プールで。なんか対処の仕方あるかな、あれ。マジショックだったな、あれ。久しぶりに盗賊の腕ゲットしてさ、結構万全だったんだよな。なんかね、俺51、52、53、ここが鬼門なんよな。いつもここら辺になるとなんか握られて死んでるんだよな。いい時に限って。この間クリアした時なんかこんな良くなかったもんな。ギリギリ、まあ、良かったけどドドロに剥がされたけみたいな感じだったり。あの地帯を抜ければね、なんとかなりそうなんだけどな。やれるだけやりますか。よいしょ。特にノーコメントやな、これは。良くも悪くもない。まあ、悪いかな、夜。どっちかというと。ウルバがね、出てない。せめて矢。それか、塩やん対策。ブロックとか出ればね。あー、車輪か。装備した途端かよ。空間じゃないんだ。一歩じゃない。これ危険でもない。わからんな。いやー、これさすがに行くか。ちょっとこれで、ロイヤンゾーン行くのはちょっと、危ないわ。もっとなんか落ちてねえかな。あれ、撃てばだよな。撃ってないだけか。なことはねえな。正直やり直してもいいレベルではある。塩屋に一回でも舐められたらやり直そうか。次の回がその、モンスターハウスとか。ちょっといいかな。あ、身代わりだったね。リリリリ。一発で死んだわ。久しぶりの低層特殊ハウス、投げ物ハウスで知った。まあ、これはそんな悔しくねえな。久しぶり特殊ハウス聞いたね。投げ物ハウスもな、飛ばずとかがあれば、クリアできたりするんだけど。
まあ難しいか。結構きつい方だよな、投げ物ハウス。個人的にはゴーストハウスが一番嫌やけど。で、パワーハウスはまだ結構なんとかなる。やべえのは、なんだ、マジックハウスもやばいよな。みんなはどんな特殊ハウスが嫌かな。これは幸せの可能性ある。こいつには触れねえ。こいつには触れねえ。わっしょ。見せ来い。話し場で、長らく店長、人を焼く経験をしてないから、焼きてえな。先日、筋肉マンのね、新アニメを、ちょくちょく見てたんだけど、まあ、見れてない部分もあったから、一気にね、見たんだけど、面白いな、やっぱ。完璧。思想、いや違う、オリジン編か。あれは面白いわ。で、最終回終わって1期が終わったんだけど、2期が楽しみだ。来年の1月からかな。筋肉マンね、まあ、おっさんが見るアニメなんだけど、でも面白いからな。あれこれなんだっけ、やべ、もう一個見る、ありました、ごめん、名前つけてなかった、どっち、筋肉マンがかっこいいの、くすぐるが。で、今度の敵で最終回で、同じ筋肉性のね、筋肉性というか筋肉族らしき敵が出てきたんだけど、豚鼻で、筋肉マンみたいな格好なんだけど、かっけんだわ。なんかしんねえけど、分厚い唇で、豚鼻なんだけど。令和のアニメで筋肉マン見れるとは思わなかったから。全部の超人がかっこよすぎる。あー、筋肉マンめっちゃ好きやけん、刺さるわあれ。ロビンとか出てくるだけでちょっと安心するよな。で、ジャック、700は、はい、500、あやみにその火種引いときたいんだよな。500、これ火種あるかも、識別もそうだけど、900ベースか、マリン1000、あーメッキだ、惜しい、ドロボスか、プラスか、あー式編、アンケースか、ベース2000か、ベース2000だな、ベース2000あるよな、間違ってない2000やね、いや違う、ごめん、容量1ってことはねえだろってことは、よう、いや、あ、2400ありえば、よし、いらないものを捨てましょう。本当はその燃やしたいんだけどな、こいつ。どうもできんか。
2400って何かある？雷鎚透明、トンネル封印身代わり。ワンチャンあり得るな。8が場所替えで、いやでもちょっと遠いか。無理っぽいな、これ。あー、ちょっと500読むか。火種か。火種出た。これは？パリ？あー。これは識別だ。もうちょい拾ってから読むか。ボール識別の可能性もあるから。人間だけでも買えばよかったか。遠すぎる。これ値段見つかる。おにぎりもう一回買って。これ300。これ売ろうか。おにぎりだけ買うか。火柱いくらで売れるか。あえて売るっていう手もあるぞ。力の種っぽいやつを買うか。これもありやな。ありだ。これが独創だったら笑える。まあまあまあ。金はね、泥棒できんかったけど。悪くはないね。識別できたのはでかいな、この値段識別。これはもう、あっちまで行く。うるさいね。よし、ルイヤーにする。観測が2。投げ物がね、ないと。ちょっと殴るしかねえか。読むわ、15。なんか。まあ、ありか。時に出て欲しかったね。あ、これ読んでる。お部屋。あ、これ。え、あれ何？普通の敵？だったらいいけど。黄金守りとかじゃないよな。あと逃げるけど。お金拾おう。金拾い、はい。どうやんの？あー、まじ、なんか。やれるじゃん。一応。1万も拾ったぜ。あれ。くれ。返事しまいます。祝福オーベアって珍しい。さっきの店でこれ読んどけば泥棒できたのか。
一撃。ヒカルの種が効いとるわ。早く出てくれれば。あ、オッケー。お、デビルバットボスされた。これはちょっと怖いな。上に坊や、坊やの HP 何本 ?20 か。あー、これむやばいね。そしたら使う気でやるか。はい、食らってこっちに石なって、え、あー、終わったかも。これ無理だ。なんか引け。あ、モンスターハウス。どぎり。あー、厳しいですね。いきなりだね。あー、まあ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 。縦拾えんとやっぱああなるよな。はい、すいません、続きあります。パソコンがね、ずっと調子悪くて、まあいろいろレジストリーだのなんだのなんかいろいろいじったんだけど、ようやくね、落ちなくはなった。フリーズはしなくなったんだけど、なんかいろいろ、なんか不具合が出てて、なんだろう。Windows Security ってやつがあるじゃん。みんな、Windows、ん?Microsoft Defender かなんかで。Firewall とかを、統括してるやつで、お使いのパソコンのなんだ。危険を表してくれるじゃん。なんか危険だったら、これは危ないですみたいな。ウィンドウのセキュリティがね、なんか開けないんだよな。なんか、Windows 11にした時に流行ったやつなんだけど、あ、インストールしたら、なんかその症状が出てきてた。いろいろ調べても、なんか直し方がわかんなくて、誰か、Windows セキュリティの、なんだ、直し方というか、開いても、なんか空白で、なんか、一部のなんか、なんて書いてあるの?とにかくね、表示しないんだよ。で、裏で動いてるんだよな、ファイアウォールとかそのセキュリティなんちゃう。でもただ、表示しなくて、なんか直接、いろいろできないみたいな。スキャンとかできないっぽいんだから、めっちゃ困ってて、パソコン、あんま詳しくねえからさ、パソコン工房か、なんかアプライドみたいなところに持ってって、
その頼むと結構お金かかるから、なるべくなら自分にしたいんだけど、やり方がわかんないんだよな。2日間ぐらいそれでね、なんか宿泊して、どうやらそのね、Windows セキュリティがなんか悪さして、起動してから数分経つと、なんかフリーズが起こって、勝手に再起動しちゃうみたいな。それがあってね、なんかずっとパソコンの調子が悪くて、なんかアスカ剣山の他のそのゲーム配信とかもなんかあんまりできなくてね、何回かやろうとしたんだけど落ちちゃうんだよな。だから強制終了しちゃうからさ、パソコンにも悪いし、配信してね、なんか勝手に落としてまた配信つけれなくなったみたいなことになったら申し訳なかったからあんま控えてたんだけど、これはね、なんか再起動は治ったのよね。あんま、もう再起動しなくなったんだけど、もうセキュリティ、Windows セキュリティがやっぱりね、右下のアイコンからさ、クリックしても出てこないんだよ。開けないんだよな。だから、誰かその、あそこに詳しい方でなんか対処法知ってたら教えてほしいな。一応ね、いろいろ調べて、一回アンインストールしたんだよな。でもそれでも治んなかった。最悪再インストールなんだけど、さすがにそれはね、もう、大変やけん、最終手段にしたいんだよな。まあ、再起動、フリーズして再起動っていう症状がなくなったけん、まあ、ちょっと、まあいいかなと思って、配信する分には今できるから、様子見るか、どうしようかなと思ってんだよ。あそこも買い替えるっていう、ね、話でも、まあ、あるんだけどね。こう、寿命だから、このパソコンも。12年ぐらい使ってるかもな。だから、買い替えではあるんだが、やっぱね、十何万、下手したら20万とかやけんさ、そういうね、高い買い物するのは、吟味が必要やけんさ。なんとか、年末セールとかさ、お正月、お年玉セールとかの時に買いたいよ。どっちかというと。円安円高のせいでなんかパソコンを買う時、今はまだパソコンを買う時期じゃないおじさんが出てきて、今は買う時期じゃないって言われそう。あ、ゲームはね、もうしばらくね、今まで通りできるようになったからいいんだけど、他のとこでちょっといろいろセキュリティソフトの兼ね合いとかね、なんか、出てきてるから、今までは Windows セキュリティと、ウイルスソフトみたいなのが共存できたんだけど、今どっちもつけるとなんか、フリーズしたりとか、なんか変なメモリ食って、なんか、高温になっ、メモリのなんか、負担が、消費がクソすごくなってね、えらいことになってたからね、来たんだよな。あ、これプラスだな。これは入れてみるか。保存やね。保存。保存出たの嬉しい。2個あるし。人権欲しい。やべえ、これ全部欲しい。これはいらんか。泥棒できんか。幸せを売って、保存を買うっていう手もある。幸せって売れる？ああ、これ1500だ。からか、独創。お客。合わせいくら？売るか。売るわ。ごめん。保存の方が欲しいわ。あんな。死んだら意味ねえんだけど。ヤモもらって。1800。
いや、全部買えそうやね。よし。あ、ピンケも欲しいんだよな、ほんとは。ほんとはねー。欲しいんだよねー。まあ、いいや。まあ、いい買い物できたと思うか。やばい。おい。モンスターハウスの方が嬉しい。出てないんだな。買ってきた。これ金返さんよ。あ、黒丸か。あー、でかいねこれは。ありがてえ。モンスターハウスか店か出て、ここではあるか。おお、いいね。何も買えんでもな、その識別、値段識別で、その、大体、これはいらん、あれはいらんができるのがでかい。あ、500読んでなかった。おからいっぽいよな。あー、400は欲しいですね。あー、1000、これもおはらいっぽいっすね。あー、これなんか買うかな。400は買おう。これは買うと。51かなこれ。これか。
よし。成果して。ダメ。これ飲むか。ハズレだ。400。楽そうだったら嬉しいな。で、あれ一個拾って降りよっか。キャパセリできそうな。あー、地雷踏んで、あれしてーな。楽器の意味で作る。さあ、5階。できんか。なるべくでかい、あべ、近づいちゃった。なるべくでかいやつからネギ飲みてえ。うーん、ドッキシの可能性もあるし、萎縮症、萎縮内の可能性もあるし、悩ましいな。まあ飲むか。まあよし。さすがにマジ塩出てくるまで。あー、でも毒矢の罠とかあるから。あー、しまったかもな。しまったか。飲むべきではなかったかも。どういう、だいたい2つかぶったらこんなやべえ草じゃねえだろうなと思って俺は飲むけど、タイミングだよ。ヒロヤンがいるときはまだ、ドッキシの可能性あるから、まないんだけど。うわぁ。密になってきてるんだよ。一斉めっちゃ出るね。ツボがある。おお、踏んじまったぜ。あ、これでも踏みてえな。踏みりにしてえな。逃がすか、これプラスではある。ダメ。多分願いだと思うけど。ワンチャン盗賊だったら神なんだ。これあれか。一番は、通過か。
あ、そっか。これも資金編。これはね、あえて水波いらんかも。まだなんかいらんな。で、500の基本と銀の矢買って、おにぎり焼いて、飲んで、回復買う。800残っている。なんか他にいいのがあれば、1800式編買うか。これ乗りてえな、早くな。いや、わかんねえな、なんか。握りゾーンと、あ、握る準備しなくて、特殊出たのでっかいな。投げるの注意。アランティムな真相だとめっちゃいるけど。今そんないらんねん。あ、握りこい。やるじゃん。いらんじゃん、最初だけじゃん。最初だけ。つけると殺される。おにぎり。
なくなったな。お払い早欲しい。天命具でもいいけど。天命具、戦略の化け物ワンチャンあるけんな。困った時でも、一応、呪い解除。こいつは、やるな。やるね。人材大きかったな。まあいいや。いっぱいになるまでおにぎり入れときゃ大事にいいだろう。あ、もう剥がる。二人も行きたいけどね。間に合うか。行けるな。行けんかも。これ何やった？俺すぐ忘れるんだよな。メモしとけって。あ、危ねえ。うますぎる。おっしゃ。で、あと2つヒーロー。これ、アトレンディー。動物。あ、まあいいね。払い。あ、一応でもいいけどな。あ、あー、まあ一応かますがまだ持っとこう。
で、刀を回復剣に。そんな感じでいこうか。エリゾン。マジか。A の名前速攻つけよう、ね、名前つけは一旦消費しないよ。忘れないうちに心がけよう。配信の矢恐ろしい。こんだけ飯あってもね。なんならマットの読んでもよろしい。おっと待とう。ね、さすがに。も入れていいんだよな。でもドラゴン層だったら燃える剣になる。まあいいか。あ、ドックス、ドッケシあるわ。ドッケシ先ある。ドッケシ風船。火種は読んだんだって忘れちゃったな。できた。ドッキシ優先。ドッキシ優先。かつお節あるけんそんなめちゃくちゃ欲しいってわけじゃない。もう4つあるからな。
ペリカンコンビ。ヘリが来ねえ。一応動いてるやつだけチェックして降りるかな。あんこでいいか。ペリカン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 。よっか。あ、はい、すいません。続きあります。待ってね。よし。え？モンスターハウス？はい。カズチ。私はちょっと取っとくかもったいない。ふわきいかめすか。これ取っとこう。夜化石で使うかもしれない。建物の500、明かりは出てて、火種も出てた。識別じゃね？これなんやろうな。好きなら嬉しい。巻き込み入れてみる。エンディアね。これもわからん。出た。入れて打つか。いらんな。微妙。
微妙な変化だ。風魔とかね、冒険まんじかぶらとか出てくれんか。まさきの歌は、これ力のためだった。1500の歌って、これ、そしたら、独創だ。だから、変化に武器。まさきを飲む。ああ、ほこ。いらん。いらんやつばっかやな。ああ、中好きできるわ。多分。ちょっと一回、ここで、前か。こいつはあそこに引っ掛けたいんだが。やべえやつ来た。これで、あとはこいつをどうにかする。入れるか、これ痛いぞ。ちな回復はない。いっぱあっ、ギリ間に合った。あー、よかった、矢稼ぎできたわ。ボンボアです。あー、これ金の矢だったかな。ワンセット作るかも。いやー、もうしばらく頭悩ませなくてよくなって。ということは服がそんないらんくなったっけ。あ、でも服は取っとこう。特殊ハウス来るかもしれないな。何歩あってもいい、封印と復興は。これは軌道乗っただろう。ただ、合成ができてないからな。エリカン出てないんだよな。握り変化でちょっと、おにぎり追加してもいい？この回までかな、握り変化。久しぶりだぜ、こんな夜稼ぎできたの。なんかでかい部屋もなけりゃさ、長方形の部屋ばっかでさ、であの角張った角角の部屋が来たと思ったら大砲の弾はねえし。こんなことばっかだったな。鶴橋もないし。で、リセット完了。エリカン来てくれ。あのロッケシがね、入ればなんとかなる。ただ弟は出てねえ。これ弟っぽいよな。
出てない。毒、ドラゴン出たから、これ目薬か、弟やけん。これ、あれだね。入れようか。縦に。あれは誰だい？ルチン。さらに、アンセットリア雑に使っていいやろ。合成やね。毒死してたから命もう一個あるんだよな。でワンチャン命ないかなと思ってるけど、祝福だから縮小とか一括しろ。どっちか縮小っぽいよな。俺今刀をそのメイン剣じゃなくて回復剣にしようと思ったけど、やっぱ鎌の方があれか、回復剣にした方が刀だと乗り返しやすいから、胴たぬきとかマンジカブラとかやっぱ鎌の方を回復剣にするか。強いのは鎌なんだけどな。合成しやすさ、後から。まあ刀か。だと思う。わあ。防戦法。
まあいいや。補正だな、これ。修復の可能性もまだある。あ、入れとくか。逃げて作んの。あ、いいや。なるほど。さあ、行こう。エーリーカン。まだいいか。ここに行ったな、全部。入ってみよう。怖えなぁ。これが多分小切り。どんなもん120微妙ではあるな。やべ、決まった。これ濡れたとこでやると決める。終わった。無駄にしちゃったな。
危ねえな。痛すぎ。あ、これ死ぬ。やべ、ちょっと逃げに夢中で死ぬぞ。ペリカン出ねー。今度はペリカンが出ねー。矢が矢稼ぎできるとペリカンが出ねー。どういうこと？早いけど9時まで、9時からやることあるんで、この回で終わると思います。とか言うと事故るけどな。軌道に乗ったとは思うんだが、まだ油断はできんけどね。あ、ちょうど1時間ぐらいで終わる。読んでもいい。やべ、保存怖え。保存を守れ。死ね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 。マジか。あ、これ死ぬかもしれん。マジで。いやー、どうすっかなぁ。いや、クソやな、骨。安全。ああ、しゃあない。マイバッツ。普通にいて。やっぱな、フラグだったか。あんだけ3セット作って、このざまか。あー。よし、今日はこれで終わります。すいません。とっぽい終わり方。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。